今日の川柳関係ねえ、俺は便秘、ナット漫才師。じゃ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 。落ち着いて落ち着いて関係ねえ、落ち着いてね、落ち着いてね、はい、うん、いいよ、大丈夫よ、ある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 よ、あるある、はい、どうする、一回止めてから、はい、違うの出して、はい、はいはいはい、さっきが楽しい、はいはい、いいよいいよ、今日まではいいよ。さあまた今週もデコリンが前も教えたけど、前も教えたと、すいません、お前分からなかったらメモらんと、はい、すいません、申し訳ないです。さあということで今日3月8日ということでございまして、はいはい、もうちょっと下げようかな、もうちょっと、はい、もうちょっと下げてね、はい、よいしょ、よいしょ、まあ、ちまた世の漫才師たちはこの三八の日ということで、三八マイクというね、はいはい、漫才マイクということでいろいろ言ってるんですけど、まあ今のところ僕は関係に、おお、赤隊長だ、あの関係に川柳の仕組みを買った、あれもう関係に、俺は便秘、あ、はい、ナット漫才師、 ABC、 はい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 、なんで ABC かは関係ないけど、何位かい、ABC、 いやそれは、いや関係なくてもいいだろう、 ABC なんだまあ並んでたらね、うん、ルールがありますからね、ね、さあということで始まりましたけども、はい、デコリンの車壊れましたよということです、ね、壊れました、めっちゃ面白いんだけど、4万円で買った、そうです ね、先週放送終わって、うん、じゃあことの顛末を、はい、先週収録終わって、うん、はい、で農場、要はまあ、はい、日にちと2月22日ね、にゃんにゃんにゃんの日に、はい、はい、収録終わって、収録終わって、うん、まあ実家に戻り、はい、その後泣き地に行こうかと、行こうかと、うん、行って、うん、車を走らせたわけですよ、はいはいはい、でするとまあ なんていうんですかね、まあ、うん、変わりはなかったんですけど運転自体には、うんうん、なんかゴーパチューを出て、はい、そのまま北谷方面に向かい、はい、ジャーガル線から沖縄市に帰るルートで、ー、はいはいはい、帰ったんですよね、うんうんうん、でジャーガルを入ったあたりから、うん、なんかボコ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 ジャーガルは特にね、整地されてない道でもないしな、そうそうね、そういうボコボコなのかな、なんでしょう、車が揺れてるってことですか、なんか初め、うん、音が聞こえたんだ、ボコボコしてるんじゃなくてボコ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 って聞こえたってことだろ、あ、音か、そう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 、車から聞こえてきて、はいはいはい、あ、やっぱまだ整地綺麗ではないなみたいな、ジャーガル線は、はいはいはい、便利な道なんですけども、うん、でこれが結構続くから、うん、なんかこれ砂利ノートじゃないなみたいないやボコボコボコはボコボコは確かに砂利ではないですね、うんうんうん、車が揺れて出てる音でもないなと思って、うんうん、でちょっと不安になったら、はい、あれなんか水が沸騰してるような音するなと思って、はい、プシュプシュプシュみたいな、いやもうボコボコボコですか、ね、あ、ボコ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 の鍋で沸騰してる、あ、そうそう、そんなイメージ、怖っ、で、うん、まあまあ4万円だし、うんうん、まあこんな感じだろうみたいな、いやいやいや、カップラーメンを食べそびれた霊が、ああそう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 4万円の車に動かしてる霊が、霊が寄ってきてボコ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 っていう音が聞こえてきたんだと、うん、でジャーガルをこう、うん、沖縄市向かう時上がるんですけど、はいはい、サッカーをブギョンって上がって、うん、で、うん、綺麗なジャーガル公園も見届けて、はいはい、でそこで家具屋があるんです、もうずっと上がっていくスタイルね、スタイル途中で左曲がるんだけどずっと上がっていくスタイル、はい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 、九州高校のところかの、そう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 ね、はいはいはい、そこでなんか信号待ちになったら、はい、急にスンってエンジンが止まったんですよあっちで止まるか、怖あれと思って、はいはいはい、あれと思って思うよね、で一回パーキング、ドライブからパーキング戻して、うんうん、キルルって言われたら普通にかかるんですよ、はいはいはい、あ、かかる、ね、なんかやんみたいな、びっくりしたよ、ごめんとしたとっきりで、もうちょっと進んだらまた赤信号かかって、はい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 、で、また進んってエンジン止まって、あ、まあ、新型の可能性もあるからね、あ、そうそうそう、アイドリングストップ、アイドリングストップがあります、あるけどね、エンジンがね、これって後からとこういう性能なってくるのパターンかな、そのアップデートされるタイプの車あるジャガルで大体 Wi-Fi 拾ってアップデート、そうなんです、あ、パソコンは聞いたことあるけどなんか拾ってるなと思って最新すぎるな、でもなんか、うん、そう言い聞かせたんですけどどんどん不安になってきたんですよ、うん、いやそりゃそうよそりゃそうよそりゃそうだね、そりゃそうだ、4万だね、そして、うん、そしてあっち道も狭いから、うん、
なんかエンジンもかかり感じになってきてるような感じもしてきて、うん、どんどん焦ってきて、うん、でちょっと道の邪魔になるぐらいのところに寄せて、うん、ちょっと見ようと思ったら、うん、なんか煙が出てたんですよ車から車からもう漫画の壊れ方じゃんやべえ、なるほど、やべえと思ってこのボンネットを一応開けようと思ったら、うん、熱ーって、うん、あもう熱ーって完全にいやこれ、はいはいはい、あのアップデートでも何でもなかったやと思って故障してるわと思って、故障でしょうわーってなって、うん、もうなんとか怖いなと思いながらも、うん、エンジンかけて最寄りのコンビニに止めて、はい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 、あれねファミリーマートさん、はい、で Wi-Fi して見つけて、うん、すぐベンビさんに電話する、はい、あベンビさんそう電話来た、俺ワンジェイの前で4時過ぎぐらいで、はい、ちょっと打ち合わせ終わってあもしもし何でか車でも止まったか止まりました嘘だろや嘘だろやこれはなあもっと持つと思ったけどなあ。いやあの日高速乗ったのが俺はもうありえんわけよ。だから私もあなあただでさえちょっとねめっちゃ走ってた車だし4万円だし部品取りみたいなさ車で走ったら解体する可能性もある解体される可能性もある車デジ飛ばすって勇気あるなって思った。なあまあまああれがなくてもいずれこうなってたのかもしれんけどね。いやでも深かかってたんじゃないですか。いやいやとどめさせたと思う、うん、でベタ踏みしたらそうおそらくねマジでベタ踏みしなくてもうだから結局出なかったスピード出ないって言ってさ、うん、なんかうまくご主人様を運べないあれと後ろから車が連なってるっていう精神的なそうプレッシャーでうもうプシュプシュ悩みすぎたんだ。言っちゃったわけ。あ絶対そ。そういうことですよ。じゃあこれ何ですか。車屋さんとかに見せたんですか。うん、あはい。今日うん、ちょっとお知り合いの方に。はいはい。3月1日。はい。ああ。3月1日なんですけど。まあでも県立高校卒業式だからそのままご卒業っていう可能性もね。あこうあいよ。デコリンからデコリンから卒業。1週間しか会ってないよ。1週間ね。そう。4万で買った車で走れない。卒業の15の15 1日6000円だうわ1日6000円って考えたデジ高級車やし、まあ、だからレンタカーとか何もいろいろあったんだけどな1日6000円だったか大体ねまあ安くなるといいけどねはいちょっとはいうん、検討させてもらってるんで今リースの方がいいんじゃない仮説出てきてますね、うん、とかねまあいろいろあるんですよ世の中にはねいやでも本当そんな中ですよもう本当ベンビーさんもその日忙しくて泣き寝に帰れなかったんですけど、はいはい、そうベンビーさん日頃お忙しいですよ そ, う、ね、それでも時間作ってくださってあえ帰り早かったんですけどね迎えに行ったんですかもう来るしかないあ優しいめっちゃ気まずかったいやいや土曜日も迎えに行って俺マジでかいやだから農場長の主な仕事今送迎もうじゃ運転手さんだ農場長兼いやもう車がちゃんといや4万の車にはあんまりね長旅俺乗りたくないけどはいはい、はい、ちゃんとした車買った暁にはもうどこ行くにもデコに呼ばれデコにいやもうそれぐらいしていいと思いますよそうそう事務所まで行きたいんだけど一台っつってつってもういやもう事務所まで送ってまた泣き地に帰っていくっていやデコニーさんもね、はい、いつか恩返しすると思いますんで、もちろんです、はい、いやいやいや岸本さんもベンビーさんに ね行きますんで岸本もアルフラーだからあ そうだなアルフラーだフラーなんですよねアルフラーですでも怪我しなくてよかったですね本当にあありがとうございますそうだからそれでは一番は、うん、本当にそれ、うん、他のも巻き込んでもないしそうですねちょっとはいよかったです自分も元気だしそう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 、はいね、体が一番いいよ本当に、うん、本当に本当無事で心配してくださった方もいて、うん、ありがとうございますそうそうそう、ねはい、ただちょっとこの止めた場所がコンビニの駐車場だったんですけど、うん、めちゃめちゃコンビニの店員さんは迷惑そうにしてましためちゃめちゃそりゃそうでしょうねまあねあっちいっぱいするし、うんうんうん、子供たちもいっぱい来るし中学校近いからねちょっと故障して今連絡取り合ってるんですけど今すぐちょっと動かせないかもしれないですよ、うん、はいいつ何時何時に撮るの何時に撮るの電話番号教えて一方的にガーって来て女の人今日じゃないの今日取らないの夜勤の人にも伝えないといけないのとかなんかこんな感じそれがちょっとあれだったのかな夜勤の人に伝えるのはちょっと時給入ってないんだけどそれもらえるのかな伝える分の料金もらえるのかなみたいなね
そこか。コンビニさんには。いやでもそれは行かせてもらったんだからね。はい、ありがとうございました。本当に、ね、あっちのコンビニなんか買ったらいいじゃないですか。はい、そうだよ。本当に、ね。はい、あ、俺が天ぷら買ったよ帰りに。はい。すべて至り尽くせりで。何から何まで優しいな。ちょっとなんか買ってくるわって。落ち込んでるはずだから。ね、うん、あっちいな、あっちいけど、お前の車ないかこの辺に。あい、なんか熱源何もっと暑かったですよ、もっと。ちょっとエアコンごとつけてもらえない。みたいなのいるかもしれない。だからさ、車の生き量がな。もう生きてるのかわからんけど。ギリギリ生きてますからね。でも多分治ると思います。ね、はい、信じましょう。信じましょう。それは。ごめん、いやでもいくらまでだったら4万で買ったさ。そうなんですよ、結局そうなんですよ。だから4月税金とかいろいろ、いやだからもうちょっと頑張って十何万とかだったらそこそこの車買えたんじゃないかなと思うけど、うん、まあ、まあ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 、今更事情もあるしさ、いろんな事情がありまして事情もあるし今更ですね。そうだな。そうな、またうちの給料日がね、末尾締めの翌日2日目から、そうどういうのよ、また給料日が、こいつ、そっかそっか、まだまだ、しかも15日からしか働いてないから2月28日まででしょ、はいはい、うん、で3月20日の給料また知れてるわけ、ああつらいね、半月ない分ないぐらい、だからさ、はい、4月20日じゃないとまともな給料入らんわけ、うんうん、そうか、もうクレソン食べてしのぐしかないよ、本当に、はい、いいですよね。いやでもいろんな人からあれもらってるよ、本当に、この差し入れ、あ、本当にもうかわいそうって言ってワンデーでもこの話してるから中村和江さんからも袋いっぱいのラーメンとかレトルトのカレーとか缶詰とか、優しい田舎の母ちゃんみたいなセレクトっすね、本当に、本当に、え、私来週弁当作って持ってきますか、マジでお願いしていいか、俺も炊飯器と米と、米も、はい、いただきます。もう一応米があればね、まあまあなんとかなりますからね、うん、あとはなんかその辺に落ちてる砂かけてもちょっと味するだろうし、食感がね、自分の汗でこう拭いてから握ったらちょっと塩味もなる、ああ、うん、米さえあるそこまでして味付けたいから、まさにゼロエミッション、それだったら白米で、まさにゼロエミッションじゃない本当に、海近いから、だから海行ってから塩水も乾燥させてから塩作れ、そうそうそう、金がないなら海に行けばいいか、海が行くさ、そうだよ、親と来たことも魚釣って塩作れ、自分でカニもいるんだからカニ食え、食いますサバイバル、まあ、なんだろう、農場にも木屑ガニとか美味しいんだよね、はい、手中エビも美味しかったこれ、はい、ザリガニとかも釣れてたら食えるしな、手中エビは本当美味しいわけよ、食いました、これバーベキューで作ったんだけど、泥吐かせてからやるんですか、もう手中エビそのまま、あ、そのままそのままで美味しい、ちょっと食べてみたいな、美味しい美味しい、上海ガニもめちゃめちゃ、木屑ガニね、そうそうそう、上海ガニ、はい、木屑ガニ、木屑な、あ、木屑ガニ、あれもまあ味噌、じゃあまあなんとかなる、なんとかなる、の食に関しては、そうだな、ちょっと甘やかしすぎてるな、いやほんと天ぷら買っちゃって、な、迎えに行っちゃって、あら、いや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 いざとなったら やりますから、はい、ね、お願いしますね、うん、うん、確かに、いや面白いな、どうなることやら、ね、デジ面白い40代だないやお前は面白いかもしれんけどよ俺実害こう思ってるからさ確かに、いやでもこれから来る大きい恩返しがあるかもしれないですからね、まあね、それ期待してね、まあいろいろ、やっぱおさって大変だなって思う、あ、おさになって分かったことか、うん、やっぱり困ってる農民がいればそうですね、しかもこの多さ年貢も取ってないんでしょ、取ってないただただなんなら給料あの飲みより安い今、うん、でもいいんだ今からね、みんなで大きくしていこうっていうことだから、まあ、しかも大きくして本出すとかってなった時こういうエピソードあった方が面白いですから、まあ、確かに、そうそうそう、確かになるのお前がお前が言うないっぱい作るぞいやでもね、いろいろおさらしくなってきて、あちこちちょっと営業というか販路探して歩いたりとか、うん、で歩いたり、まあ、でこれのこんなのとか、うん、あとはまあうちはの話で、すいませんベンビーさんこんな話がありますって言って、うん、また内地組の2人と、はい、お話し合いしたりとか、はいはい、そっかでもそれはとか、でもなんかおさっぽい、もうおさの自覚、うん、やっぱりおさって大変だないややっぱりなんか社員というか、うちの場合は社員っていう扱いでは一応ないんだけど、はいはい、
の話も聞いていろんなところを調整しないといけないし、まあ、そう全体を見渡す力っていうのはやっぱり必要ですからね。あ、やっぱりね。でおさらしさをもっともっと深めるために一人称おさにしません、うん、おさはさ、ね、いや俺はでもおさおさ言いながら実はよ、はい、あのうちの募集さん、はいはい、本名、ね、おさむさんさん、おさむさん、おさおさ言ってなんかやっぱおさむさん出てきちゃったりするんだけどちらつくすね。まあ、まあいいか、おさわさおさわさで、おさわさ、いや本当なの、あのね、うん、あのあちこち、あ最近なんか芸能人の方をトップに据えてやるとこ増えてますよねみたいな、うん、いやでも僕は名ばかりじゃないんですよ、ちゃんと働きますっていう、うん、なね一応名前貸しみたいのはあると思うんだけど、ちゃんとね俺がコロナであの仕事ない今のうちにいろいろ体制作って、うん、はい、あそうそうですよね、うん、だからゆくゆくは、うん、デコリンに現場任したいなってことで俺はデコリンお願いしたのよ、はい、車ないからな、そうなんだよ、最低限の移動できる人、いやいや来週復活ですよベンビさん本当、まあ、車次第だな本当な、うん、あ念のため体力もつけてた方がいいんじゃないですか、うん、走って移動できるようにだからな念のため、そうそうそう、いやいろいろ今後でやっぱり配達とかで最初はもう自分たちで車出してとかいろいろ考えてんだけど、あそうなんですか、あこれ俺が動ける時間も俺だなと思って、そうですよね、あもう昔の江戸っ子みたいな飛脚みたいな感じで、あこれはそれいろいろも考えてるんですけどね、まあまあいいでしょう、ね、だから立ち上げいいんじゃない、うんうん、面白いと思います、ね、お願いします、はいはい、今オープニング何分くらいやってる、ごめんスタート時間見てなかった、15分経ってますね、今15分くらい、はい、オッケー、じゃあもう少し5分ぐらいおしゃべりしてするか、うん、でも今日メール多いから一旦もうすぐ CM 行って、はい、あなるほど、売れてるからちょっとメール増えてるからよ、嬉しいですね、ありがとうございます、ね、旬ですしようかな、はい、じゃあいいかな、準備大丈夫ですか、大丈夫、はい、では一旦旬です、ハイタイ、チョコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日もきっちりお勉強しましょう。さて今回はこれ、ムルムル、意味は全部すべてという意味です。おば今日は早期作るんでしょ、手伝うよ、どうすればいいの、とじゃあ最初に大きい鍋に水入れて、はいその早期入れてごらん、早期はどのくらい入れたらいいの、ムル入れたよ、次はじゃあカツオを出し取って野菜も切りなさいね、この野菜だよね、やさむる、味付けは塩はどのくらい、むる、なんだか不安になってきたんですけど、早期は無事にできるんでしょうかね、でもおばあがいるから間違いないね、さあ月曜日を上げて今日も録音放送でお届けしております、よかったです今の急出し、あらスムーズ、ね、だからちょうど首かしげてる時だったからよかった、おいっすはい、じゃあ今日メールこちらからいきましょうかね、あ今日僕が読みます、 ありがとうございます、 iPad ゲットしました、やったぜ iPad、 iPad でゲットって点々引っ張られてしまった、 iPad ゲットですね、ベンビンさん、さっき、そして、デコリン、こんばんよ、イッサだよ。お三人さん、週末に行われたオリジンライブ、オリジンライブ、とっても面白かった。ありがとうございます。中でも、ベンビンさんの名作の一つ、半額惣菜の気持ち。あれ、本当に大好き。あざっす。銀河シリーズのね。スーパーで毎日のように行われている惣菜の半額セール。その惣菜たちの気持ちを擬人化しちゃうベンビーさん、さすがです、うん、子供の国の猿から台風会議まで何でも話題にしちゃうベンビーさんのすごい感性、よろしければどこに売ってるのか教えてもらえませんか、めっちゃ褒められてる、だからさその感性一さんも身につけたい、もしかして純駆動書店に行けば購入できますかね、なんで純駆動話変わって、今年に入りクガニファームにアベンビーズのポンコツ2人組が揃うまでの流れで一佐が思ったそもそもの話をしますねと、
いうことで、めっちゃ長い、岸本とデコリンに、はい、お前たちそもそもって話いただいてるんですけど、あ、心当たりあり、これは伊勢さんごめんなさい、個人に見せましょうね。いやいやいや、ごもっともなことなんだけど、これ多分ね、便秘会のこのテーブルで伊勢さん一緒だったらよかったかもしれないけど、あ、ちょっとね、万代さんが怒るんで。いや、万代さん怒らへん、せいにするな。怒るんで。マジでなんか小説の第一章ぐらいありますね。ちょっとね、本人たちにちゃんと見せますんで、そう、まあ簡単に言うと、おめでこれに車ちゃんとせえとかね。ああ、なるほど、岸本文句ばかり言うなとか、そういうことですよ。しっかりされっていう。岸本さんは今も文句ばっかり言ってるんですか。岸本は俺と飲んだら文句ばっかり言う、あいつでまた翌日すみませんでした。もうさ、謝ればいいって思ってないよね、大丈夫よね。だから覚えてるかな。 でもデコリンがまた飲みながら俺がいない時にいろいろ諭してくれて、はい、でそこでもうまた生まれ変わりましたみたいな感じだから、あ、一応そこ信じようかな。ああ、そうですか。何回、さっき岸本さんが生まれ変わりましたって言ってるのを何回か見たことあるんですけど、だからさ、何回生まれるんだろう。昨日も電話してからよ、はいはい、もしかしたらこれからもしばらくお世話になると思うんですが、いや、もしかしたら、いや、あんまり進めるつもりじゃないわよ。そうですね、はい、これからもお世話になるんでよろしくお願いします。ま、いや、多分もう頭の中で逃げること考えてないかな。逃げる何かルートとかそういう計画立ててるかもしれないですね。もしかしたらね。面白いな、あの人本当に。そうそう、でもぐじぐじ言うか、本当デコリンがね、はい、俺がいない時に、いや、もう やってみせればいいやしっていう、うん、デコリンの、はい、その一言でね、あ、まあ、ちょっと変わりましたみたいなことを本人は言ってたけどね、うん、どうですかね、まあ、どうなんだろうね、わからんよな。あいつ本当にすぐ人の影響を受けるけど、なんかいいのも悪いのもすぐ影響を受けるからさ、まあ良くも悪くも純粋なんでしょうね。そうだわけよ、染まりやすいというか、なんかこの作業もめちゃめちゃ覚えることがたくさんあって、うん、このやっぱり慣れとかも経験も必要だし、うんうんうん、そういったところで頭も使うんですけど、なかなかこう、うん、うまく、うん、この噛み合わない時があるっていう、機械の使い方一つでも、はい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 、ちょっとこういった情報交換がちょっと遅れたせいで、うんうんうん、この生産性が悪かったりとかもなんか、あ、もうやっぱいろいろ考えて動いてしまってるのが、それが逆になんかいい方向なのか悪い方向なのかもまだ見えない状態なんですよ。でももっちゃんさんね、うん、でもその結論出るまで働いてないような気もするな。だから、まあ、年月というか、まあ、ね、まずは目の前のことを、そうそう、まずはやる期間言ってもらえればね、うん、俺たちは頑張るから、ありがとう、褒め身に沈めるぜ、かかってないかもしれない、もしかしたら送迎頑張るぜ。変な送迎長、送迎部下、送迎部下雇わんできんかな俺。そうすね、送迎だける人は あと1人ぐらいね、車運転できる人ね、欲しいな、沖縄の人で、ね、まあ1人内地から来た子が運転できるんだけど、はいはいはい、でもね、沖縄の道やっぱ知ってた方が今のところはね、まあ、スムーズっていうか移動も多いからね、もう一人沖縄の道分かる、送迎長、須田郎さんは、須田郎さん、須田郎さん、須田郎はね、はい、ちょっと泣き人から那覇まで人の多分 1.5 倍ぐらい時間かかるから、あ、そうなんですか。いや、安全運転だけ取っても、なるほどなるほど。だからあれ言わんかったっけ、俺助手席乗ってて、はいはい、もう右折全然できるタイミングでなかなかいかんわけよ。でもそこは本人のタイミングだから、マスクせかしても危ないからね。そうそう、せかしても危ないから、はい、でいよいよ矢印出るってなった時、はい、そろそろ行きますかって、なんだもや、そろそろ行きますかって、矢印出てたらいいよ、無理やって行けも、一応もう言わんかったけど、お前そろそろ行きますかってさっきから何回も行けたからな、一応ごめんな、言わんかったけどって、すごいな、満を持して矢印出て緊張してたとしても面白い。だからな、いや多分よ、だから俺が緊張させるんだはず、デコリンしっかり、岸本しっかり、須田郎しっかり、芸歴も自分上だしね、あれぶつけたり左のあったらもう全然逆行こうとするしな、何だったかな、そうそう、最高、集まるな、集まる、だから本当に、違う違う、ここまっすぐ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 、あ、すいません、すいません、怖い、だから怖い、まあ面白いよな、
車に関する頼れる人が全然いないですね。でも本当に便利農園は今から従業員さんも募集も、うん、あ募集かけるんですか、ま、いや今からではまだまだ全然はい、一応4月1日出荷目指してやってるんで、そっからまあ出荷先も増えんとどうしようもないし、確かに、ね、いや想定ではだいぶ従業員増やす予定よ。めっちゃプランありますからね。プランはね、クレソンレシピめっちゃ考えとこう。マジでマジでマジでお願いします。クレソンとかもいろんなこと考えてるもん。まだ発表できないぐらいたくさんあります。そうそう。例えば鳥とか。面白そう。入り面白そう。鳥が何なんですか。なんか本当にいろいろ土地がいっぱいあるから、こっち何しよう、ね、こっち何しようみたいな、はいはいはい、アイデアがいろいろ出てきて、みんなで楽しいね。はい、一つ一つなんか問題解決しながら、だからさ前に進んでいくしかないですね。前に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 前分からんな、結構前からねラジオも聞いていただいて、ありがとうございます、誕生日おめでとう言ってもらえて嬉しいです、うん、いやめでたいよ水にさしたなさん、めでてね、あれタンティアゴリリクエストないけどどうする、いやいややってあげましょうよ、うん、ねえせっかくなんでぜひ、おせっかいかもしれませんけどいいですか、いやいや喜んでくれると思いますよ、ね、あとよく言ってますけど多分ね、名前の前のカーラなんとかのカーラは男性名詞につくやつだったと思うんですけど、あ、そういうことか、そこちょっとわからないんで、もうそのまま歌いますけど、はい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 、あのご了承いただければと思います、はい、ラジオネーム水に刺した花さん、いくつかはわかりませんがいくつでもいいじゃない、あなたがこの世に生まれてきてくれたその日をみんなで祝いましょう、ワン1,2,3,4 タンティアグリアーテ、久しぶりに聞いたの、タンティアグリアーテ、おタンティアグリから水に刺した花さん聞いてますかね、うん、タンティアグリアーテ今日拳聞いてるおいた久しぶり、大御所感からの締めの可愛いの、ここでは久しぶりかもね、久しぶりツイキャスでなちょっと前にデコリアの好きなかったかな、岸本と泣き人からツイキャス配信してる時に、あそうなんですね、そうそうそう、あの見てる方が誕生日です、はいはい、ってあなんか別邸収録ではなんか初泣き久しぶりじゃない、別邸初ってことはない、初ではないと思いますさすがに、別邸も別邸何やかや2年ぐらいになりますよね、はい、いや1年ぐらい、あまだ1年でした、そう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 、去年4月の改編というか、オリジンアワーが長いのか、そうそうそう、アワーは長い、別邸、うん、はいはい、をするぐらいですね、なるほど、そっか、誕生日なんかやるのかな、うん、お祝いするんじゃないですか、ケーキ食べたりとかね、あれ、うん、水にさしたらさ、前なんか寿司屋行った話、寿司屋知ってなかったか、うちでは聞いて覚えてないな、分からんけど寿司でも食べるかもしれんな、寿司好きなんですか、水に刺した花さんだったような気がするな、でももう生放送じゃないからね、このレスポンスが結局どこに返せばいいのって思っちゃうかもしれないけど、ツイキャスだったらね、そうそう、でもし来週メール来たとしても寿司好きですよ、ああそうですか、はい、我々が覚えてないパターン全然ありますからね、好きなんですね、ごめんなさいねって感じ、そう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 、いやでも好きなんでしょう、うん、おそらく、ね、ミミさんのこういう時当たってるから大体そうそう、待って、でこれお前マイクぶつかりすぎだけどさっきから素人ばっかりないです、ここ前から来るようにしたら、はい、今斜めってるかな、斜めってます ね、 ね、はい、あ届かないのか、これがもうアームいっぱいいっぱいなんだ、うん、かもう角度つけるか、ね、はい、そうね、すいません申し訳ないですいいっすよいいっすよ、いつまでたっても全部素人でいいんじゃない、いやいやいや、あら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 マイクあんまり今まで喋ってないから、はい、マイクの使い方もあんまり上達してないんで、いや喋ってるわ喋ってるわいどれぐらいでしたっけ、3ヶ月とか喋ってましたっけ、え 2年半喋ってるわいいいじゃねえわい、イッサさんのメールの方が喋ってるよじゃないよや
じゃないよ。さっき見てから思ったのか。お前が1時間喋るイッサさんのメールの方が多分喋ってるね。え、マジか、マジか、イッサさん。そんな文字数喋ってなかったですっけ、デコリンさん。ねえ、喋っていこうぜ、デコリン。行きますよ。誕生日どう？好き？自分の誕生日いつ？わあ、6月の14日で。14日、好き？はい、自分の誕生日。わあ、あまり思い出がないっていうか、行動全然しないですね、実際。あ、そっか、誕生日やらんうちだったね。やらない環境で、なんか育ったんで。彼女とかは彼女？彼女。彼女なり、奥さんとは正直どれぐらい付き合ってたの？1年2ヶ月ぐらい。1年2ヶ月付き合って、はい、その間で結婚出産離婚です。あ、離婚までね1年2ヶ月と、はい、おお、はい、4ヶ月でや、もう、あ、違うか、え2ヶ月で産んだ、え付き合ってから離婚まで1年2ヶ月、いや付き合い始めてからよ、あ、1歳、子供1歳のお祝いだから12ヶ月はまず一緒にいるさ、半ぐらいですかね、1年半ぐらい、ちょっと待って、10ヶ月で赤ちゃん生まれます、1月10日でしょ、いや1年と10ヶ月は少なくとも付き合ってるはずだけど、うん、付き合う4ヶ月前に仕込んだ、はい、と思う、はい、思います。じゃあ妊娠してるで付き合ったわけ、はい、ちょっと、はい、そうです。あ、付き合う前に、付き合う前にあ、そっか、パーリない、あ、なるほど、付き合う前にパーリない発覚して付き合って、ね、そっから結婚してってことか、はい、あ、まあいるよね、はい、付き合ってもいいけどできちゃったからどうする、もう付き合ってもなかったけど、じゃあ責任取って結婚しよう、わかりさ、俺今はもう沖縄はあるあるです、まあね、うん、だからそっか、お前ワイルドだな、あ、いやでも本当坊ちゃんだったんで、もう申し訳ないです、みんなに迷惑かけました、はい、坊ちゃんって若彼氏、金持ち、あ、ボーボー、ボーボーというか、ボーボー、あ、ボーボー、坊ちゃんってなんか金持ちの、坊ちゃんの感じ出ますよ、夏目漱石感も出るし、お子ちゃまだったってことね、お子ちゃまです、ボーボー、はい、ボーボー、見てごらんち、子供が子供産んでるさって言われるね、そうです、そう、そんな感じ、いや本当言われるんだよ、そっか、嫌だね、好きで産んだのに、そうそうそう、うん、いやでもなあ、いや好きじゃないのにそもそもスタートがこれ今の話聞いたらいやちょっと、あ、いやさもありなんだと、あ、そういうことかって、じゃあしゃあないなっていう、豆腐買いに行ったら帰ってこねえな、そっか、でも娘さんよはい、はい、まあ声、まあ、顔も、ね、写真かちらっと見たっけ俺、あ、はい、なんか見たことある、可愛らしい感じだった、声が可愛い、あ、声、あ、アニメこの間、そっか、一緒に飲んでる時に娘に電話してはいはい、行って何で電話したか、あ、はい、そう、娘が誕生日、あ、誕生日だった、誕生日です、誕生日で、あ、21歳だった、あ、二十歳か、あ、そこそこ早生まれてか、はい、そうそうそう、で、はい、誕生日おめでとう、ありがとう、これスピーカーフォンでやってるわけ、お前もうお前ね、ストロングとか、まあもうお酒もね、はい、強いの飲んでたの、うん、今飲み始めましたね、はいはいはい、うん、っていう話とかいろいろ、まあ、もいろいろね、いろ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 だな、いろいろこの話しなければよかったな、なへなへ、じゃあこの、まあ、奥さんというか、はい、とは誕生日思い出ある、まあ1年何ヶ月かってことは1回は ね誕生日あるはずさ、うん、この相手側の誕生日は覚えてるんですけど、僕の時なんかあっ、うん、俺は別にいいようだった気がします、本当に何もやな、なんか付き合い、うん、された方もなんかそんな感じでしたね、まあ、あ、そう、結婚前も、はい、そうですね、今まで付き合ってきた彼女さんも、彼女さんも、あ、じゃあ、まあ、あんまりないんですね、自分の誕生日だから特別なことをしたいみたいな、はい、私もでもデコリンさん派なんですよ、マジっすか、うん、しない、しないです、家がそうだったんで、私も別に特別に誕生日会するみたいな、小学生の時はさすがにあったけど、なんか極端ですよね、多分、うん、めっちゃ、あ、何人か付き合ってたら一人ぐらいいそうだけどね、誕生日、うん、だからなんかこのテンションの違いを初めて感じた時に、あ、なんか俺おかしいんだなって思いました、自分のこと、あ、誕生日別にやらんでもいいしの人、うん、うんうん、でもなんかやらんでもいいな、もう家族ぐるみでブワーってやってるところで、僕今日、あ、明日僕誕生日だよってアピールしてる子とか見たら、イライラする、いや、なんで追い込むんですか、なんで鋭利な言葉で追い込むんですか、こうなん、これはなんか、うん、日本の日常だはずだけどなとか思いながら、だからめっちゃ羨ましい、スーズの家が、うん、
そうなんですよ。めっちゃやる。お祝い家族なんですよ。やる家だ。めちゃくちゃ。はいはいはい。だからスーズの SNS とかに妹のハッピーバースデーでしたみたいな、超ワイワイしてる動画とか見たら、なんか全然ピンとこないというか、あ、そういう家庭もんだって。ギャップは感じるな。うちはまあまあ普通かな。誕生日ケーキは出る。ケーキ出るし、家族でなんかやるし。あ、今は今やらんな。こっそみたいにやらんな。やっぱ、まあ、ある程度年いったらね。なんもないよ。えで、お孫さんとか、おいっ子さん。俺のお孫さんはね、今。おい。誰がおじいよ。今ちょっとレビーの。誰がおじいよ。レンビーのさんのじゃないよ。おいっこめいっこさんか。おいっこめいっこさん。お兄さんいらっしゃいましたけど。いるいるいる。あ、じゃあもうおいっこめいっこ。いるよ。おいっこもいる、めいっこもいる。兄貴の子、弟の子。はいはいはい。と何誕生日のこ？その子たちの誕生日会話します。うん、ああ、みんなで集まって実家に集まってやる時もあるし。仲いいなとか。俺なんもない。寂しい。寂しい。なんもない。すごい、レンビーさんの誕生日会って今まで一回もあったことない。俺なんもないよ。さっきのバレンタインもなんもない。バレンタインデーはでも毎年、あ、まあまあ、あちこちからいただいたりしますけど、あ、家族から、こんなもん、ちょっと寂しいですね。やられないとやっぱ寂しい。いやいや、こんなもんか、こんなもんだと思って生きてるから俺。どん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 なくなっていくのか。こういうイベントごとって、あ、びっくりするわ。誕生日パーティー一回、緊急事態宣言明けたし一回やるんじゃん。レミさんの、あれこれ、こういうのって去年の分、去年の分主催者レミさんが言うんすか。いい、やりたいですけど、3月ね、ちょうどでも1年ぐらい前だな、やったな、月曜日のみな、あ、スーズーと伝次郎で、うん、あ、行きましょうよ、またね、うん、楽しかったし、楽しかった、ね、スーズーがちょっと酔っ払ってたな、やりたいな、お酒を飲んだ日、珍しく、うん、あ、スーズーがね、スーズーが飲んで、そう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 、あいつ飲んだら急に帰りたいっていうちょっとおじさんショックよ言ってましたじゃあ本当に、うん、本当に帰りたかった。めっちゃマックスなったらすぐ帰りたいってなっちゃって徐々に徐々にってなかった。次行こうじゃないですか、ね、いやない、帰るな。ピシーね。いや、飲んでテンション下がる人は飲ますなよ。いや、テンション上がるんですよ。ああ、山頂に行ったと次にも帰りたいってなる。そうだな、あの昔懐かしの、あの茶炭のラップしたぐらいのあんぐらいテンション上がってこれたらいいけど。あれはもう二度ともない。あんなスーズ二度と見れないだろうな。あれは面白かったっすけど、ね、俺は便秘スーズスーズやってましたね。やってたな。ストラップ15分ぐらいずっとラップしてたね。意味が分からん。ユージさんのバーででした。いやいや、あ、違う、さっきの、あ、そうそうそう、私のモトバイト先で、ああ、やってましたよ。やったな、懐かしいね。面白かったな、あれ、デジ笑ったな。死に笑ったな。青森したたかなんだからな。あの日な。一生取りましたもんね。あの日、俺がもう冷めてたもん。食った、うるさいな。逆に言ってたんだ。俺がよ。そうだそうだ。俺やっぱり誰かがデジ酔っ払ったらちょっと落ち着いちゃうやつさ。バランスというか。そうそう、だからいつも岸本と飲むと岸本がガーってやるから。はいはいはい。便秘会の後とかもそうだし。ちょっと俺落ち着いちゃうんだよね。確かに冷めますよね、自分より。保護者でいなくっちゃというか、うん、危ないしね。確かにだから本当そうだよ。なんか全員が同じ酔っ払い方って危ないなってな。私居酒屋店員やってたじゃないですか、はい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 、グループ全員同じ酔っ払い方して危ない面に遭ってる人なんか見たことあるから、うん、あ、そうなんだよね。カップルでの飲みに来てて、どっちもめちゃくちゃ飲んでて、うん、私が帰る時30ぐらいなんですけど、はいはい、2人道路で寝てましたからね。あ、いやだな。危なと思って起こしてくる。やってると勘違いしてね、なんか大っぱじめなきゃいけないですけどね。こんなここのベッド硬いねじゃないんだよ。いや、でも本当に酔っ払ったら分からなくなる、どこにいるか分からなくなるさ。確かに。2人がそういう状況になった場合ってありえるよね。しかも見上げたら星空だから、うん、いい雰囲気のホテルだねって思うかもしれないし。なんか確かに。ベミさんはだから、うん、いい酔い方だなって思います。いや、まあね、あんまりベロンベロンで潰れたりっていうのは。でもこの間人と酔っ払ったね、久しぶりに。俺が覚えてないムービーあるからどっかであげたいんだけど。あ、見ましたよ。俺ずっと話してる。ダンスしてる。ベビーさんが謎の踊りを踊ってる。そうそうそう。もうお家帰ってきて、ペットボトル水持ってる。待って。もちろんとか、ベビーさん何してるんですか。酒を飲んだ後に水を飲んでない。踊る。踊り。でも踊ってるわけ。
いや、上品じゃないですか。いや、霊場武者あんな言い方だったらいいと思う。ほら、そうですね、みんなを笑顔にさせるというか。楽しいよ。あ、俺記憶なくてもこんな楽しそうなんだ、じゃあいいさと思って。あ、でもベビーさん飲みのハンバーショーではずっと楽しそうですよ。俺な、うん、そうだから岸本も言ったけど、もう美味しい酒飲めて、もうまずい酒にすんなって、うん、もう、ね、あ、そうね、はい、酒飲んだ時にいいおやすさんみたいな文句始まってからもうぐじぐじぐじな。心持ってもう何回も同じ飲み会のこと謝るわけよ。すみません、この前も言ったんですけど、あの、この間まずい酒にしてしまってすみませんでした。いや、だからもういい、それいい、もういいだから。自分が言いたいことをずっと言うんだったらもうおごれって思う。この聞いてくださいよ。いや、楽しい話だったら全然聞いてても楽しいから俺はいいわけ、別に、うん、聞けるんだけどよ、しょうもない話ずっとぐち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 、そっから踏まえて上を向いていこうの話に行くんだったらよ、うん、最終的に、ね、最終的にずっとこれだ。いや、面白くないなお前。面白くない。違うんすよ、もう言いたいこと言うって決めましたんで。いや、だからこんなことしてないじゃん。言いたいこと言って覚えてるんだったらいいけどね、まだ。そう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 、それもあるんだよね、忘れるから。本当ですね。聞かされる方面白いことも考えられないのに。 CM ぐらいの時間かな。はい、40分ぐらいですね、ぐらいになってますかね、はい、一旦じゃあ CM 行きましょうか。一旦 CM です。あー、FM Naha。 78.0 三日月マンハッタンの内縄口 Now。 今日の内縄口はこちら、マガマガ、大きいという意味です。皆さんこんばんは。今日はですね、アーティストの間賀山大輝さんに来ていただきました。間賀山さん、今回新曲を出すということで、まあ、どういった新曲なんですか？あの、今度のね、アルバムはね、マガーのスタジオで撮ったんだよ。ほう。え、そこでマガーのギターを弾いて、なるほど、マガーのマイク、マガーの声で、はい、あの、収録して、なるほど。でもあのスタッフがうるさいですっていうことね、あまり間が過ぎたと、間が過ぎたと音が、ね、で天井もマガーなんですよ、スタジオはマガーのスタジオですからね。なるほど。それでは、マガー、はい、タイトルの方をお願いいたします。ミニチュア。それではお聞きください。間賀山大輝さんでミニチュアです。どうぞ。ミニチュアではあるが、心はマガーであるし。 78.0FM Naha。 Your radio station。 さあ、月曜オリジナルは別邸、今日も録音放送でお届けしてますよ。やってます。ということでこちらいきましょう。ベンビーさん、さっき、そして芸人はまだ成功してないけど車はすぐに失敗した人。はいさい。いや、どっちもどっちも成功してない話。どっちけどの使い方が。あら、芸人はまだ成功してないけど車はすぐに失敗した人。はいさい。いい言葉遊びだな、これ。すごいな。失敗した。うん。神奈川のロミハートですなり。どうも。ありがとうございます。ベンビーさん、月曜は那覇行きで半日近く拘束される生活にも慣れましたか？あ、今拘束って NG ワードでしたっけ？こらこらこら、とどめを刺した拘束ってね。確かに。オリジンではオンライン旅行が石垣島編までやりましたよね。あ、もうやった。あ、やったってことか。だ、誰が8日時点で。深夜さん。はい、深夜じゃない。なんか一応なんか聞いたな。深夜さんとあと一人いますよね、石垣出身。あれ、いなかったっけ？だだ、俺は岡が一応石垣ではある。と一係の。あ、一係。あ、そっかそっかそっか、はい、うちじゃなくて、はいはい、うち。兵士？うち。うん、うち。うちはでもうちじゃないって言ったよな。内原。内原。そうそう、あの、呼び名うちにすると、いや、内原でって。あ、内原くん、はい、言ってたね。はい、はい、の相方ですね。そうだね。内原くん。さっき、はいはい、チャタンってワード出したら、あ、ごめんごめん。さっきがまた出るなら、チャタン編のサポーターになるのに。うん、いや、さっき、はいよ。チャタンってワード出したら、誰かが駐車場の出来事を思い出すだろうに。いや、あれ、ジャーガルでアップデートしてたんだよ。あ、そういうことか。まあ、オリジンも頑張ってるし、今月のライブが無事開催されるなら、ぜひ行きたいな、うん。往復4万出して。いや、5万出せ、もう5万出せ。4万 ?4 万ってなんでもないよ。とにかく今日も放送頑張って、バーッと。ありがとうございます。ありがとうございます。
いやいいですね、皮肉が効いてますね面白いなあちこちにね。オンラインもう一回やりたいな、うん、ちゃったね。俺もね一部二部で分かれたんだけど一部がやっぱ見れんくなったな。ですよね、うん、なんでだなんでだ、一部の方が面白いのに。なんかで引っかかっちゃったのかな、分からないっす、ね、事務所が消したのかな。しばらくは見れてたわけよ。はい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 、なくなってたな。ちょっと事務所聞かんといけん、あ、うん、同じのあるやしってか誰か消したんかな。え、ああ可能性、事務所の人がもしかしたら。あー怖い。いや多分ねタイトルとか全部同じ、2つとも同じだった気がする。はいはいはい、あ、うん、それちょっと勘違いしてで1個消したのか。まあそんなことないか、分数も違うしな。うん、確かに、うん、で、あの飲みハートさんもう1通、これが6日前に届いていたもので、はいはい、これが本日午前中に届いたやつですね。ベンビーさん、サーキー、そして人身事故だけ、まだマシなラッキーさん、ハイサイ、ハイサイ、ハイサイ、まあ人身事故じゃないだけね。しかしベンビーさん予言者ですよね。22日の放送で例の車22日には壊れてるって予言してましたからねすごい、なんか言ってた俺、もう次の放送で壊れてるはずだみたいな話したんかなあ、言ってたかもしれない、もしかしたらね、はい、そしたら3月のプラチナチケット間違いなしのライブチケットワンが取れるか予言してもらえないかなって、なんでもないよ、言っちゃってる、あと一茶言っちゃってる言っちゃってる、あと一茶さんが言っているように岸本に論争がという話は世間的なレベルの地上波では控えてもいいかもね。まあ個人的にはもっとわじってもいいと思うけど、ヘッポココンビには、では今月最初の収録も読んだちばりよ、でも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 、そうだ岸本にええやとかって言ってるのは流さんけど、はいはい、岸本 の、 あのさっきみたいな話とかね、うん、ノーヤンバーガーみたいな話をどんどんやっていきましょう、うん、面白いですから ね、 ね、そう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 、そうなんですよね、うんうん、3月は、日曜日っつってたな、 25?5 だった、オリジナライブ、オリジナライブ、はい、あ、そっかそっか、28? 28か、だと思います、2店舗数、はい、でまあもちろんちょっと人数制限あるよね、全然かも、いやあるでしょ、あるでしょ、全然満タンにできる状況じゃないのに、うん、になるだろうし、またその場合オンラインだったらおそらく制限ないんじゃないかな、多分そうですね、ね、なんかグッズとかがあると話は別ですけど、ただオンラインであの視聴していただくっていう形だと制限なく見られるかとは思うんですが、うん、まあ飲みハートさんは4万出してできたら来たいなと、あ、ありがたい、チケット取れるもんならっていう、まあ久しぶりにお会いしたいな、ねえ、長いことさ1年、1年、うん、もっと会ってない、どうなったくらい、1年以上なるかもな、もしかしたらな、なるかもしれないですね。2月ぐらいが沖縄県にもコロナ出ましたもんね、うん、2月一発目出たんだよ ね、 ね、去年のね、うん、タクシーの運転手、あの船 の、 の、あ、そっかそっか、はいはいはい、そうだった、そうだった、に出入りしてる方っていうのが出て、そっからだったからね、バッキリ広がりましたもんね、うん、恐ろしいな、恐ろしいですね、これ本当ちょっとあの悲観的な展望で、もう短くても10年はコロナと戦うみたいなこと言ってる専門家の方もいるわけよ。へー、ワクチンできてもう、できてもだからワクチンが効きにくいのがまた出てきてるでしょ、あ、確かに、はい、すごいな、そう最初強いな、そう変異しても、まあ、変異ワクチン、あ、変異ウイルスにも効くみたいな話もあったけど、それがちょっと効きにくいやつが出てはっきり言ってたかな、聞きにくいって聞かないとかが出てきたりとか、なんだろうな、もう我々が健康でいるしかない可能性出てきてませんね、うんうん、栄養分あるものを食って、変異したのにまだコロナ菌なんだな、コロナ菌核が変わらなければコロナ菌なのかな、うん、じゃないですか、なんか怖みたいなのが変わらない限りは、ね、まあ、や難しいけど、そうなんすよね、だからワクチンも俺はそうなんだから過度な期待はしないこうと思ってはいるけどね、はいはいはい、沖縄を待ってもらうと、うん、まだ8月とか夏場に全然じゃないですか、夏場じゃないです、うん、みたいですよね、沖縄、沖縄、あ、そっかそっか、医療関係の方からして、うん、我々までに来るまでには8月とかなるんだ、うん、と思いますよ、うん、まあ、俺も打たんこうかなと思ったけどよ、うん、やっぱそう言ってる場合じゃないなと思って、うん、もうみんなのために、確かにね、うん、副作用とか怖いではあるけど、うん、そうね、打った人に対するなんか特典とかもいろいろね、まあ、案が出たりしてるけど、俺はやっぱりなんかラジオで喋る以上打たんとダメだろうなっていう気がしてきた、うん、確かにワクチン打って特典がマスクだったら面白いですけどね、まあ一応気つけて、一応気つけてって、ちょっと自信ないやしでもな、でもそうなんだよね、ワクチンしたからってもう完全に防げたりね、うん、最初はしかも防げるかは分からんみたいな、
あのかかった時に重症化とか、はいはい、あ致死率下げるかもしれんけど、うつのはうつるんじゃないかとかって言ってたけどね、今はそれ他も抑えられるってなってんのかな、ねえ、まあ、どうなんだろうな、どっちにしろ長い目で、うん、だからもうあんまり期待せずに本当に忘年会できたらいいなぐらいの気持ちで俺今いるわけ、うん、今年はそうっすね、普通に忘年会できたらいいなっていう、確かに淡い期待を、そうでも本当に早く収束してもらうと、うんうん、やっぱクレソン屋さんとしても、あそうか、もう飲食店がやっぱね回転しないと今やばいっすもんね、飲食店本当にやばいっすよね、しかもクレソンどっちかっていうとこうご家庭っていうよりはね、うん、今のところはレストランとかさ、うん、だからそれをどうにか家庭に浸透させていくようにね、はい、まあ、キャベツぐらいね、あ浸透したら最高な、ね、ポピュラーな野菜になったら一番いいですけどね、本当によ、クレソン自体一年中取れるものでしたっけ、年中取れはする、あだったら全然あれじゃないですか、うん、ね、まあ、夏はちょっと硬くなるみたいなんだけど、あ、うん、まあ、でも年中全然いけるんですよね、野菜屋さん再開でもはいっていう聞いてなかった返事だったな今、相槌の灰だいやこれさ再開でも扱ってたんで、扱ってます、はい、年中あった、やっぱり年中ありました、でもあ、なんか冬場がやっぱり葉野菜は、うん、あの旬なんで、ね、あそうなんだ、はい、夏場よりは冬場の方がよく出てましたけど、うん、クレソン自体お高いんですか、だいたい198円ベース 150g、 150g、 あ一束最下位でもじゃあ安いわ、大体うちが今 100g150 円とか、あえ200円とか、いや、うん、300円とか、まあまあ今から店舗さんとのあれがあるんで、まあ、まあやり取りをして、めっちゃ八百屋に置いてるのとか、うん、スーパーに置いてるの足早いんですよ、すぐ黄色くなるんですよ1日経ったら、そうなんだ、だからでも今うち実験してんだけど、はいはい、バックしてな、一応2日経っても大丈夫、うーん、全然2日でも全然黄色くなるって、黄色くなって、でこの間あの別のあの大きい八百屋さんがあって、はいはいはい、八百屋とかオーガニックの野菜とか置いてるとかって、はいはい、行ったらやっぱ2日前のやつだけどもう黄色くなってた、うん、ああそうなんだ、本当に早い、これちゃんとパックされてなくって、はいはい、いや再開どんなだった、再開もパッケージは逆に、うん、あのなんか今日取ってきましただったら、うん、この通った人クレソン好きな人ってすぐ手に取るんですよ、ああはいはいはい、新鮮のうちに美味しいみたいな感じで、それだから回転があったんですけど、あそうか、でも大量すぎて、はい、来た時はやっぱりもう売れ残るから苦戦しますよ、うそうだよね、やっぱなんだか保存には密封とかなんかその辺がいいのか、2日は全然青々としてたね、3日目とかちょっと確認してないけど、これ余ってしまったクレソンを何か加工するみたいな話も出てたんでしたっけ、ワコンがあるんでしょうね、うん、いろいろペースト麺とかもあるから、ね、そう麺とかいろいろ使いますよね、多分ね缶詰とかそうなんだよね、なんかいろいろできると思うんだけど、それは今からだね、あなんか考えたんですけど、うんうん、なんかソースとかもいけないですかね、バジルソースみたいな感じで、ああそしたら いろんな需要ありそうな気がするな、本当はやっぱ加工して付加価値つけて売ると高く売れたりするんだけどな、ね、そこまでの工場まだうちないからね、あそっかそっか、まあいくいくはかもしれんけどね、うん、うん、確かに、うん、はい、こちら行きましょう、はい、ベンビーさん、サーキーさん、デコリンさん、こんにちは。この方初めてかな、サーキーさん、デコリンさん、こんにちは。ご無沙汰し、あ、ご無沙汰ってこと初めてじゃない、そうじゃないんだ、ご無沙汰してました。ラジオネーム万代です、あ万代さんじゃないの、万代さん、万代さん、万代さん、マンダイ、ちょっとバカにしてる、それバカにしてる、忙しいながらも元気に過ごしてます、いいことだ、最近の近況といえば、最近の近況、最近の近況といえば頭痛が痛いみたいな近況って最近の状況略して近況みたいなとこないか最近の近況、気になるな、今の現状とか俺あんなのデジ気になる現場で、そこになって最近の近況って、金と金が並んでるやし、お前金と金が並んでるし、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 やらまんだいよ、何だったんですこの金金金金は久しぶりすぎて話してたちょっと探ってましたよね、金金金金の時に
ちょっとしかもヤナマンダイヤのパワーがちょっと弱かったな今。久しぶり久しぶりすぎた。息の入れ方とかもだからブレスのポイント間違った、ね、間違ってましたね。いやーちくしょう久しぶり。どんなテンションで挨拶してるんですか。いや今日はもうオリジンアワーここにありって感じだね。カンチャーグリーもやったし、あ月曜オリジンはここにあり、うん、よいしょいいよ。しかも俺がメールも久しぶりに読んでるしね。あそうですね。やったぜ。最近の近況といえば先週イッサさんが自分のツイッターを見たらスーズーさん似の女の子モデコンのリツイートばかりと、あ、万代さんがこのモデコンっていうののやつばっかりリツイートしてるってことってことなのかな。昨年から知り合いがミクチャって配信アプリで配信を始めて、はいはい、ミクチャでやってるモデコンってイベントに出てて、うん、ツイッターのリツイートが必要ってことでリツイートしていたらいつの間にやらいろんな人から応援お願いしますってな感じでリツイートをすることに、ああ断れない人だから万代さんですかね。自分のツイートもしてますがリツイートばかりだな。配信も夜してるから番組とは被ってないんですがオリジンアワーの時間帯は仕事してるのが多くて、うん、最後に別邸にメールしたのはベンビーさんが休みで、うん、その時もベンビーさんが夕方の番組に遅刻した夢を見たっていうツイートに夕方の番組でもやったら2冠達成ですねってコメントしたけどオリジンアワーでもしてたようなというヤナマンダイヤと言わせたいだけのメール。あーいつ頃だったっけこれ。だいぶ前だよ、ね、前一応補足で書くとオリジンアワーの遅刻は事務所から当時首里にあったスタジオに行く途中で事故の影響で発生した渋滞に巻き込まれて1分くらいであったっけ、はい、ありましたありました、2012年の1月1発目新年早々キャンさんが川柳読んでました。へえそんなことあったか。バイクで来てませんでした。いや2012年はバイク持ってない。事務所か誰かからバイク借りてなんか来た時もあった。あの時はね国際通り、あ国際サテライトで超ギリギリ着いた。はい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 。それを私がお話聞いただけかだと思う多分、はいはいはい、あの原付免許はもちろんね持ってるんだけど、うん、あれギアウッタバテ原付だけど、はい、で初めてのあれで怖っ。それでも遅刻する遅刻すると思って迎えに来てもらってやったな懐かしいね。ちなみにサッキーさんも遅刻して35分後にスタジオに登場。あ同じ日あなんかそうだ、あじゃあ同じ日に事故のあれでってことかな。あったあった。開き直ったのか途中寄ったコンビニのトイレからツイキャスにコメントしてましたっていう内容のメールでした。別邸やオリジンアワーチャンプルにもメールを近況が送れるよう少しずつ環境を戻していきます。それでは放送頑張ってください。ありがとうございます。そうだ、あざますだね。8年前の、うん、そっかそんなこともありましたか。懐かしい。8年前じゃないか、もう9年前になる。2012年1月つったらもう9年だね。そうですね。わお来てましたよこの話。なんか、うん、あのオリジンアワー別邸じゃなかった時もこういうことがあって、うん、僕でこんなことあったよなっていう話聞いて遅刻、はい、だから別邸はまあねまだ収録だから、うん、時間ずらせるけど、あれ生放送だったからね。そうですね、うん、確かに。で混む時間帯でしたから。そう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 新種のセミのよう、ね、6時からだった。6時から生放送で、ね、私当時チャタン、ああ今もそうだけど、ああで免許取り立てかぐらいか、うん、この時間だったらもうさすがにそう無理だった。大変ですね。いやはや今日たくさんのメール皆さんありがとうございました、うん、ありがとうございました。久しぶりメール読むと楽しいなやっぱり。タンティアグリーもヤナマンダイヤもできたし、うん、いやよう満足じゃ。デクリン、はい、卒業おめでとう。ありがとうございました。せっかくエキスパートのミキサーになってきたのに。エキスパートエキスパートのミキサー、まあまあ言うにしたら逆だし。あ、なってるなおい。なってるなおい。教えて。オッケー、じゃあまた来週もね、はい、収録頑張りましょうか。はい、ということで皆さん3月8日元気に過ごしてください。オリジンは別邸、お相手はベンビーと。さっきも言ったよ。デコリンでした。バイバイ。はい、バイバイ。